SCP-701-19-A より SCP-701-1 の静止画像。アイテム番号、SCP-701。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-701 に関するすべての資料は、貯蔵サイトの30ロックを施された書庫に保管されます。これらは現状以下のアイテムから構成されています。2部の現存する1640年版のクォート版のコピー、27部の1965年版の大型ペーパーバッグ、10部の1971年版のハードカバーのコピー。21部のフロッピーディスク、削除済み、への強制操作により入手されたデータからなる。1本の SVHS ビデオカセットテープ、SCP-701-19-A に指定。1本の起源不明の鋼鉄製のナイフ、SCP-701-19-B。これらのアイテムはいずれも、決してこの部屋から持ち出されてはいけません。エリアへのアクセスは重度の監視を受けます。どんなことがあろうとも、書庫へのアクセスには L、R、J、博士からの直接の許可を得る必要があります。説明。SCP-701、釣られた王の悲劇、ワゴマクからなるチャールズ一世時代、1625年、1642年、の復讐悲劇です。劇の上演は、観客と演者との間で発生する突発的な精神病的、自殺的な振る舞いと、謎の人物、SCP-701-1 と指定、の出現と関係しています。人から、人以上の人々の命が、過去300年間に奪われたと見積もられています。釣られた王の悲劇、の上演は必ずしも SCP-701 の発生を意味しません。回発生した公演のうち、回、36.78% のみが SCP-701 の発生につながっています。歴史的な記録の調査によると、これらの発生には一般的に同じパターンをたどります。イベント1、2週間前、7、14日、ドレスリハーサルの間、出演者たちは出版された台本から自発的にそれ始めます。即興の結果台本を離れるというより、むしろ俳優が新しい台本の範に従っているかのように、台本からの逸脱は整然と守備一貫しています。キャストと裏方はその変化に全く気づいていないようです。また、もし仮に変化が彼らの注意を引いたとしても、もともとそういう台本であったのだと答えます。イベント2、3時間前、発声は一般的に、オープニング、ナイト、の間、そうでなければ最も出席者の多い公演、一般に開演から1週間以内、に起こります。イベント1、2時間前、第一幕の最後のシーンで、SCP-701-1 がステージに現れます。大抵は舞台の脇、あるいは背景に現れ始めます。SCP-701-1 は舞台へ上がる際も降りる際も舞台裏を通っているようには見えません。舞台からはただ単純に消えます。役者たちは少なくとも最初の頃は SCP-701-1 について注意を向けたりコメントしたりはしません。イベント、第5幕の晩餐会のシーンで SCP-701-1 は、釣られた王、として演劇に現れます。役者たちはお互いに殺し合ったり、自殺します。しばしば一人で2舞台に現れるように見える小道具を使います。観客席でも暴動が発生し、観客たちはそれまでの人間関係に関わらず目の前の相手を誰でも無関係に攻撃します。イベントの後、もし生き残った観客たちがいれば、彼らは劇場を出る可能性があります。その場合、彼らはランダム、あるいは日和見的な暴力行為に関与し続けます。犠牲者たちはこの場合鎮静、あるいは抑制を必要とします。犠牲者たちの本来の人格は、イベント、のおよそ24時間の地に戻り始めます。生き残った犠牲者たちは通常、心的外傷を示す兆候を見せます。何人かはイベントの記憶を失います。残りは永久的な昏睡状態、あるいは精神病に陥る場合があります。典型的な発生事例の研究には、インシデントレポート SCP-701-19-1 を参照してください。1900年の、における高校の演劇発表会で SCP-701 がイベントに至るまでの分析がなされています。出版された台本の詳細については文書 SCP-701-1640-B-1 を参照してください。端的に言ってしまえば、SCP-701 は自己進化するミーム的なウイルスであり、劇の台本を通じて未知の手段によって伝染します。
ってる、博士は、削除済み、と SCP-701 の、イベント、に関連があるとの仮説を立てました。衛星による観測の結果、19、事件の発生した、における、レベルの突出は、削除済み、との一致を指し示しているというものです。財団のエージェントは SCP-701 が出版されたり上演されたりせぬように絶えず監視して抑制しています。しかし、我々のその足取りを追跡する最大限の努力にもかかわらず、アップロードされた台本がオンラインで入手できるままとなっており、時には異なるタイトルが付けられています。これらのコピーの起源を探ったり、隔離させる全ての試みは失敗しました。台本の出版を抑制する試みは概ね成功しており、1971年の学術版のコピーのほとんどは拡散前に破棄されました。それにもあらず、1965年版の大型ペーパーバッグのコピーが、若干の規則性を持って大学と高校の図書館に出現します。エージェントは可能である場合は必ず、これらのアイテムを確保するか、さもなければ破壊することになっています。歴史。釣られた王の悲劇は1640年にクォート版として出版されたことが知られています。台本の作者は書かれていません。出版社の一つであるウィリアム・クックはその後すぐに歴史から姿を消しました。奇妙なことに、テキストはロンドン書籍出版業組合の記録には現れませんでした。基地のうち初めての SCP-701 イベントは1800年、アメリカ合衆国のでの演劇公演で起こりました。それ以外の重要な事件としては、1900年のにおける小劇場での公演。1964年のの大学による公演、財団によって初めての抑制に成功した1900年の大学での公演。1900年の CA における学生グループの公演。そして19年の放送によるテレビ版、財団が放送前に差し止めることに成功しました。そして、SCP-701、19、1事件として指定されたにおける1900年の事件があります。出版履歴。オリジナルの1640年版のクォート版、基地のコピーはすべて財団所有。1733年版のニツオリ版、1790年再版。1813年版のケンブリッジ大学出版局版。1965年版の大型ペーパーバッグ版。1971年版のハードカバー版。エージェントは台本のコピーがしばしば異なったタイトルやスペルの下、誤った場所にファイルされることに注意してください。さらに、1965年版の写真複写が、アメリカ合衆国及びイギリスの大学演劇部内で流通していることが発見されました。追記。私の推測では、削除済み、の可能性が高まっています。私は SCP-701 をケテルにアップグレードすることを再び推奨します。SCP-701 のミーム的ウイルスは侵略シナリオの最前線である可能性が非常に高いのです。さらにまた、削除済み L、博士、1237-116060。提案は拒絶する。我々は SCP-701 が XK、クラスシナリオを起こしうるといういかなる情報も持たない。事実に直面しよう、ドクター。長い間これに関しての秘密は漏れていたのだ。そして、我々の業務において、10年おきに100人程度失うだけなら我々は幸運だと判断せざるを得ない。オフアイブ、1237-197060。インシデントレポート SCP-701、19、1。日時、1900年、月、日。場所、削除済み。このレポートはR、博士、J、博士によって SCP-701、19、A の内容をまとめたものです。SCP-701、19、A は、183mm×103mm×25mm の SVHS ビデオカセットテープです。の高校における SCP-701 事象を収めています。テープは破壊された家庭用ビデオカメラの中から調査チームによって発見されました。それは、観客席から公演を明確に記録していました。テープは、イベント、を生き残った唯一の記録です。記録の完全な複製については SCP-701 アーカイブを参照してください。出版された台本と SCP-701 イベントの間の逸脱を確認するには、ドキュメント SCP-701 1640-B1 も参照してください。0時間分秒、テープが始まります。0時間3分10秒、ライトが消えます。
0時間5分12秒、カーテンが上がり、出版台本通りのゴンサーロの即位式のスピーチから舞台が始まります。0時間10分21秒、SCP-701-1 の可能性のある目撃例です。イザベラの戯言の間、演者の誰でもない異常な影がセットの後ろの壁に沿って現れます。0時間10分24秒、影は消えます。0時間23分15秒、最初の台本からの逸脱です。召使いフランシスコと高級娼婦の会話の代わりに、カーテンが落ち、裸のステージにアントニオが舞台右手から入ってきます。0時間23分24秒、最初の SCP-701-1 の間接目撃例です。舞台右手から後ろの壁に人影が現れます。アントニオは立ち止まり、それを見て驚きます。すると影は消えます。アントニオは長い独白を始めます。彼は現在イザベラの話を信じていることを確認します。ジェイ、博士はこの独白が正確なキャロライン時代の文法であることと、この独白自体が台本に存在しないことに注目しています。0時間24分12秒、カーテンが降ります。0時間24分51秒、カーテンが上り、フランシスコと高級娼婦が現れます。アントニオは舞台を去り、再び台本通りの流れに戻ります。0時間31分14秒、最初の SCP-701-1 の直接目撃例です。SCP-701-1 は第二幕第一話の終わり頃に、舞台左手の端に立っています。0時間32分17秒、ゴンサーロの会話は、台本通りに、アラガダの大使と会う約束で終わります。彼は舞台左手に向かって退場しようとします。SCP-701-1 は明かりが落ちると向きを変え、彼を追いかけているように見えます。0時間38分13秒、第3幕第1話で再び SCP-701-1 が目撃されます。ゴンサーロと召使いペトルッシオが目撃者の宗家の公爵を殺す場面で、SCP-701-1 は舞台左端に現れます。このシーンはゴンサーロが宮廷のコックに宗家の公爵の死体を死中にするよう命じるところで終わります。このシーンは出版台本には存在するもリハーサルではカットされました。0時間51分11秒、SCP-701-1 の3度目の目撃例です。舞台左手、アントニオが女王イザベラを殺しているすぐ傍らに現れます。1時間9分12秒、4度目の目撃例です。SCP-701-1 は第4幕第1話の開始と同時にゴンサーロと一緒に舞台に登場します。第1話の間中ゴンサーロを追いかけ続けます。このシーンには2つの重要な瞬間が含まれます。1つ。ゴンサーロがアラガダの大使と買い話している際に、SCP-701-1 にうなずいているように見える点。キャストが SCP-701-1 の存在に気づいているように見えるのはこれが初めてです。2つ。シーンが台本から逸脱したまま終わる点。第4幕第1話は出版台本ではゴンサーロの道徳的葛藤の独白で終わるにもかかわらず、舞台のゴンサーロは大使に与えられる、秘密の協力、が十分であるか心配しているように見えます。明かりが落ちます。1時間21分15秒、5度目の目撃例です。SCP-701-1 は第4幕第2話の最後、アントニオが彼の復讐のために刃を得るために舞台を去る場面で現れます。アントニオは舞台を去るのではなく、SCP-701-1 の正面で立ち止まり、長い短剣を受け取ります。これが SCP-701-19-B の最初の出現だと考えられています。注目してほしいのは小道具リストやその他の記録にこの探検が全く言及されていないことです。SCP-701-1 とアントニオは二人一緒に舞台を去ります。1時間35分10秒、明かりが戻ってきます。第5幕第1条、晩餐会のシーンが台本通りに始まります。1時間40分52秒、アントニオが羊皮紙を持って入場します。ここから台本からの逸脱が本格的に始まります。舞台上でアントニオが持っていた羊皮紙は、供述書ではなくアラガダの大使からの請求書です。アントニオはこの請求書がゴンサーロの示した、秘密の協力、よりも多い金銭をアラガダへ提供するものであると宣言します。2。1時間41分42秒、SCP-701-1 はここで舞台左手から現れます。すべての出演者たちはそれを認めているようです。ゴンサーロは立ち上がり、観客に向かって呪いの言葉を吐くと舞台左手へと逃げ出します。アリンダとフランシスコを含む舞台左手から現れた残りの出演者はゴンサーロを引き倒し、舞台へと連れ戻します。SCP-701-1 は、舞台中心のゴンサーロの玉座へと移動します。
SCP-701、1は玉座で立っています。1時間43分8秒、攻守形のための紐の輪が舞台の天井から降りてきます。ゴンサーロがイタリア語、一部ではラテン語、って罵り始めると、出演者たちはゴンサーロの首を輪に通します。縄の輪はあざけりを招きます。そして出演者たちによりゴンサーロは吊るされます。彼は結束し始めます。1時間43分32秒、アントニオが話し始めます。そして、これで、秘密の協力、は完済される。そう言うと SCP-701、に、探検、でゴンサーロの腹を引き裂きます。ステージの向こう側にゴンサーロの腹綿がばらまかれます。1時間44分4秒、アリンダがアントニオから探検を受け取ります。そして、この愚者の血によって王は吊るされる。そう言うと彼女はアントニオの喉を切り裂きます。1時間45分31秒、出演者の人数分の紐の輪が舞台の天井から降りてきます。出演者たちはその下へと集まります。アリンダは SCP-701、1の隣に立ちます。1時間46分12秒。そして、私たちの血こそが、釣られた王たち、となる、アリンダが言うと、出演者たちは首を吊ります。1時間47分33秒、SCP-701、1は、釣られた死体の間を縫って舞台中央へと進み出ます。1時間47分41秒、舞台の照明が落とされます。1時間47分46秒、悲鳴が巻き起こり、物理的暴力がカメラの周りで振るわれます。1時間48分22秒、カメラがひっくり返されたと思われる大きな音がします。1時間49分1秒、カメラが破壊され、テープは終わります。文書 SCP-701-1640-B-1。以下は、SCP-701 として指定された、釣られた王の悲劇、の要約です。この文書は財団所有の1640年版のクォート版より J、博士により記述されました。登場人物。ゴンサーロ、トリンクロの王、イザベラ、トリンクロの女王。以前はマエオースフォルツァの妻でしたが、マエオーの死によって現在はゴンサーロの妻となりました。アントニオ、下級貴族、フランシスコ、アントニオの召使い、宗家の公爵、アリンダ、公爵の娘、ペトルシオ、ゴンサーロと同盟した高位の貴族、ロドイーコ、ゴンサーロの召使い、コーネリ、聖職者、ベアトリス、女王の召使い、高級娼婦、王宮警護兵、ミラノの大使、フィレンツェの大使、アラガダの大使。設定。物語の舞台はトリンクロ王国、おそらくトリナクリアの綴り間違い。トリナクリアはシチリアの別名、の首都、サーコ、シラクサの別名、です。物語の始まりとして、宮廷から引退した国王スフォルツァがおそらく自然な原因で死亡したことが明らかになります。トリンクロの貴族たちはスフォルツァの弟、新国王であるゴンサーロの即位式に集まります。そして、ゴンサーロはマエオースフォルツァの王妃であるイザベラと結婚しました。現代のイタリアの都市国家への言及、ミラノ、フィレンツェ、にもかかわらず、物語の舞台設定の多くは明らかに純粋なファンタジーです。ゴンサーロとスフォルツァに相当する王をシチリアの歴史から見出すことはできませんし、歴史上シチリアの首都はシラクサではなくパレルモです。あるいは作者はシラクサの先制政治との関わりから舞台をシラクサへと移したのかもしれません。物語において重要な役割を果たすミステリアスだが強力な国家。アラガダも歴史上存在しません。それは、アルジェリアやチュニスなどの地中海沿岸のイスラム国家を意図しているのかもしれません。あらすじの要約。釣られた王の悲劇は、シェイクスピアのハムレット、タイタス、アンドロニカスのような初期の悲劇と極めてよく似ています。実際、SCP-701 は、ハムレット、タイタス、アンドロニカスの、非暴力的、なしろ用品として演者たちに選ばれていることが過去の調査によって明らかになっています。SCP-701 における二つの殺人はいずれも舞台裏で起きますし、第三幕の非得意を連想させるくだりは台本から簡単にカットできます。第一幕。劇は、ゴンサーロの即位式から始まります。ゴンサーロは集まった貴族たちに乾杯をして舞台を去ります。ワインで酔ったイザベラは、舞台に残った帝臣の幾人かに、マエオースフォルツァが報告されていたように睡眠中に死んだのではないということを告白します。実は田舎で引退している間、スフォルツァにはイザベラから睡眠剤が与えられていました。
それを利用して、ゴンサーロと彼の支持者がスフォルツァを殺したのだと告白しました。しまいには共謀者、役中、ゴンサーロ、が洗脳スフォルツァを侮辱するため、一般の罪人のように木に吊るしたと告発します。さらに今回初めて宮廷に足を踏み入れた下級貴族、アントニオが実はスフォルツァとイザベラの息子であり、玉座の正当な後継者であると主張し続けました。ついにイザベラは倒れ、彼女の召使いによって舞台裏に連れて行かれます。アントニオの召使いフランシスコは、アントニオに対して女王の話を信じているのかと尋ねました。アントニオはまともに取り合わず、宮廷を出ます。フランシスコはアントニオの下宿に戻ると高級娼婦と取引をしようとします。アントニオは、明らかにショックを受けた様子で舞台に現れます。アントニオは、彼が舞台裏で迷うスフォルツァの幽霊を目撃し、幽霊が迷うと女王がアントニオの両親であること、女王の語る迷うの死の真相が正しかったことを証明したと観客に説明します。第二幕。ゴンサーロはイザベラの告発について知り、彼の共謀者、召使いロドイーコと相談します。ロドイーコは宗家の公爵とその娘、そしてコーナリという名の聖職者が女王の告発を目撃していたことを確認していました。ゴンサーロはすぐに真実を隠蔽するために3つの殺人、あるいは逮捕を計画し始めました。ゴンサーロは女王を発狂したという名目で修道院に監禁しました。イザベラは彼女らしくもなく、あっさりとゴンサーロの判断を受け入れます。三奪者ゴンサーロは退出し、アラガダの外交官と約束を取り付けました。アントニオが下宿に戻ると、召使いのフランシスコが女王が収監されたというニュースをアントニオに伝えました。彼らは共に復讐を始めようとします。第三幕。ゴンサーロと彼の同盟者であるペトルッシオは夕食に目撃者であった宗家の公爵を招待します。彼らは宗家の公爵を殺し、宮殿のコックに人肉シチューを作るよう命じました。さらに宗家の娘であり目撃者でもあるアリンダを修道院に収監します。アントニオは修道院へ入るために狂気を装います。アントニオがやってくるという警告を受けたイザベラは、彼女の忠実な召使いであるベアトリスと共にアントニオを殺すために毒を用意しました。アントニオはその計画を見抜き、逆にイザベラに毒を飲むことを強要し、イザベラを殺しました。一方、アントニオの召使いフランシスコは道に迷った結果、目撃者である公爵の娘アリンダの部屋へと迷い込み、彼女を解放しました。第四幕。宮殿で、ゴンサーロは、秘密の協力、と引き換えにアラガダの大使から無味で強力な毒を手に入れたことを召使いロドイーコに報告します。ゴンサーロは宗家の公爵の死体シチューに毒を入れて、宮廷に出すつもりです。そうして真実の隠蔽を確実にするつもりなのです。ロドイーコは三奪の計画を実行すべく、部隊を降ります。それから、ゴンサーロの両親が目覚める瞬間が訪れます。ゴンサーロは罪がもたらす後悔について独白しますが、それでもなお彼は自ら決めた道をそれることができません。一方、アントニオの召使いフランシスコは、修道院から解放した目撃者アリンダをアントニオに紹介します。三人は修道院を脱出しました。アリンダは彼女の父親が殺されたということを恐ろしい口調で語ります。アントニオは彼の復讐が終わり次第アリンダと結婚することを約束します。彼は三奪者ゴンサーロアを殺すための歯を得るために立ち去ります。幕開き劇が王宮警護兵と、道化寺見た聖職者にしてイザベラの告白の目撃者であるコーナリの間で行われます。幕開き劇の最後のシーンで召使いロドイーコがコーナリを尾行しています。その聖職者は二度と舞台に現れることがありません。第五幕。客がゴンサーロの晩餐会にやってきます。ゴンサーロは再び各国の大使たちに乾杯をします。食事の準備が整います。しかし、食事が始まる前にアントニオが晩餐会に入ってきます。アントニオが舞台裏でゴンサーロの同盟者ペトルッシをからえた署名された供述書を突きつけます。供述書には迷うスフォルツァの殺害とアントニオの王の血筋が証明されていました。ゴンサーロは怒った帝臣によって追放されてしまいます。しかし、アントニオは三奪者ゴンサーロをかばい、彼を殺す代わりに修道院に入れることにしました。それから、彼は召使いフランシスコにアリンダとの結婚の計画を立てるよう命令します。演劇は帝臣たちのダンスによって終わります。SCP-701、イベント、公演における筋書きは SCP-701 の、イベント、により台本からの逸脱が見られます。
これらの逸脱の典型的な例を確認するには、自称レポート SCP-701-19-1 を参照してください。